エビングハウスの忘却曲線について説明します。人間は時間の経過とともに学習した内容を次第に忘れていきます。この過程はドイツの心理学者エルマン・エビングハウスの研究により数学的に定式化された忘却曲線で表されます。エビングハウスは無意味な綴り文字を材料に実験を行い、記憶の保持と忘却の関係を検証しました。その結果、記憶は時間経過とともに急速に減衰するが、ある期間が経つと減衰の割合は緩やかになることが分かりました。この現象を忘却曲線は示しており、学習直後は記憶が最も新しいため忘却の割合が最も高く、時間が経つにつれて徐々に減衰のスピードが落ちていきます。忘却曲線の知見は記憶に関する研究だけでなく、教育現場においても活用されています。反復学習の重要性やスパンごとの復習の効果などが裏付けられ、より効率的な学習法の開発に役立てられています。私たちは忘れがちですが、エビングハウスの研究は記憶力を高める方策を与えてくれました。知識を定着させるには適切な感覚を置いた復習が不可欠なのです。